はい、今日の一品です。まずは玉ねぎを小さいの3つですね、適当にザクザク切っていきます。これをレンジで2分ほどチンしていっている間に、鶏もも肉半額セール分、これを2枚ですね、食べやすい大きさにカットしていきます。はい、カットしたらフライパンに水を張って、その中につけておきます。時間がある時は10分ほどつけておいてください。ジューシーになります。今日は時間がないのでさっさとやっていきます。はい、レンチンした玉ねぎですね、これもざっと入れて火をつけて、めんつゆですね、はい、これで溶き卵、3つを溶き卵にしておきます。はい、白だし醤油をちょっと入れて、アクが出てきたらキッチンペーパーでアクを取っていきます。スープが澄んで肉に火が通ったところで溶き卵を入れて、卵がだいたい固まったらスープポットに入れていきます。はい、ぶっかけつゆだく親子丼、簡単でさっと夏休みのお昼ご飯もできました。お弁当にどうぞ。この後は逆再生をお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。